うちの仕事やっとんの。なんかお前パーティーに切られたとか言う噂聞いとったけど。あいつギチギチうるせえもん。言いました。現場が遠いところが一軒あって、高速代だけで4万ぐらいちょっと合わなくて。どうもです。突然電話、すいません、河合くん。なんか江藤が河合くんの悪口めちゃくちゃ言っとったのは。ああ。まあ社長知ってると思うんですけど、ターがもうちょっと江藤さんの下ではもうやっていけないからやめたいって話してたじゃん。これ動画で使っていいやつ。で、あ、そういうことね。まあちょっとこれ以上はちょっとお客さんの目に毒だからピーってなっとこうか。おはよう。おはようございます。あ、こっち、おはよう。こっちに行ったかと思った。おはようございます。おはよう。おはようございます。この出かけられましたね。はい、翔純や堀川翔そっくりです。堀川翔そっくりです。せい、お疲れ様です。えっちゃん久しぶりだね。おー、きれいな表情しとるやん。こういうの大事だよな、このネタバレが綺麗でさ。食うの好きなんだわ。お前も成長したな、独立して。そうですね。ちーんとこれ表情しとるじゃん。そうだよな、この表情は本当仕事、職人出るよな。見て思わん。あ、汚いって。いい職人しかいけないもんな。そうです。うち以外の年は見たことないもんな。ないですね。これ見て、こういうの全然やってないの。ブルーシート全部やって、これさっき全部上げて入れたんだろ。そうっすね、ここは風で飛ばないように。それで全部しっかりやってるな、こういう玄関でな。あ、ペンキ熱立てとか、はい、さらにください、テープ貼って。へぇ、すげえじゃん。なんかじゃあで、昨日たまたまドバイ来てさ、うん、喋ったんだな。そうっす。うちの仕事やっとんの。なんかお前パーティーに切られたとか言う噂聞いとったけど。なんかお前あいつギチギチうるせえもん。切りました。お金のことですかね。いや、知らんけど。何をグチグチ言ったの。いや、グチグチは言ってないですけど、うん、一応なんかちょっと、こっち拝見しよっかじゃ。現場が遠いところが一軒あって、小石さんの現場で、うん。ちょっと高速代だけでちょっと、4万ぐらいちょっと合わなくて。高速代？高速代。どこまで行ったの？岐阜の大野町と、ちょっと、東面のところで。うん。カメラ前はいい人と思う。でも、いい人とかじゃなくて、何してんだろう、この人と思われてると思う。ただ、来てるもん奪ってる。そう急になんか持ってきたみたいな。いや。そう。手が腱鞘炎だから。あ、そうなんだ。そう、うん。それ知らない人からしたら、なんで急にもらったと思われてる。いや、手が腱鞘炎。まあんま持って、なんか俺も仕事手止めたのに、ちょっとでも手回復させてくれる。何金が合わなかった。高速代だけでちょっと合わなくて。高速代が合わなかった。そうです。うん。これ、ネタにならない？なっちゃわない？ちゃんって。受けてくる。これ、河合さんの意見も聞かないと。あ？河合さんの意見も聞かないと。江藤さんだけだと。あ、なるほどね。そういう動画としても質も上がるよね。これだけじゃなくて。場面も変わるし。場面も変わるし。分かったよね。お前一応分かったよね。まぁちょっと、まぁいろいろ、その、ベトナム人借りてたじゃないですか。うんうん。そのベトナム人 の現場入るのに、うん、そのまあ2人だとやっぱ日数が縮まるじゃないですか、現場の人に、うんうん、でそれを目安に河合さんはそこの2人分のその日数の分しか高速代は出してなかったんですけど、うん、ああもう俺はもう1週間あったら1週間10日あったら10日で終わるでしょと、うん、じゃあ高速代見るけど、うん、10日分なと。そうです。でちょっと急に、まあ、ベトナム人もいなくなっちゃったんで、うん、自分もちょっと応援はすぐ読めないんじゃないですか、やっぱ別の。ああそういうことか。そうです。で、まあ、1人でやっての、うん、やっぱり日数も重なるので、おうおう、で、まあ、ベトナム人もいなくなって、うん、でまあ、1人でやっとって、うん、でまあ、日数も重なって5食代も重なっちゃって、ちょっとお金が悪くなっていっちゃってみたいな、うん、っていう話で、うん、でも、河合さんと話して、うん、高速代だけもらえないですかって。そうですね。俺、何て言われたの？で、もうちょっと出せないみたいな。あ、もうそれは無理だよ。もうこの金額してちょっと出せない。そう、出せん理由なんだ。いや、予算があるの。いや、やっぱ、で、まあ、なんて、まあ、多分予算かな。いいよ。いや、ちょっと言いにくいじゃないですか。お前、これ、会議絶対見るな。怖いですよ、俺、河合さん。
まあいいことだよな、この話。まあ、もともと従業員でやってて、うん、何辞めたのか。飛んだんだよ、確かそれ話題になってるじゃないか。あ、どうやったっけ。一回話題になったっすね。3回飛んだ。違う違う、3回ぐらいその飛んだネタで動画やってる。あ、そう。何で飛んだ。俺に怒られない。俺は直接、あんま怒ったことないじゃん。何しか言うんだけど。いや、俺ってあんま口出さんじゃん。ああ、ちょっとこう、何を、知ってんの？知らない、知らない。俺、3回ぐらいひどいんだろうけど、知らないけど、なんかやっぱまた言いにくそうに喋ってたから、社長目の前で言いにくいかなって。何回も言ってるもんで、いやいや、別に。もう一回、だってこれ多分、あれだろ、デジャブーみたいなもんだろ、お前と。そうそうそう。なんか、俺が、なんか、つか、つかまえとる時点で危ない。のも、そうですね、一回言われたし。やめてやめてたの。のもあります。うん。あ、で、切ってやめてたの。あ、そうな。あ、そうか。だって給料ももらわず飛んでったって言ってた。そうそう、それは覚えとるよ。で、まあ戻ってきて、給料やっただろ。あ、それ言わない方がいいんじゃないの。いや、言ったでしょ。俺のいいところは使いたい。すごい。2年後に戻ってきた過去の3年、4年後にその給料渡した。あ、動画撮らせてくれたら渡すって言ってたんで。最初そのネタめっちゃ嫌だみたいな。だけど、その。お前おったじゃん。おったおった、それは。で、こうやったら20万ぐらいだよ。20万ぐらいだよ。とか3年そんなあって飛んだの1ヶ月まだまだ分だったんだそれよりも社長の怖さのもうここにいられねえみたいなそれカットや悪いとこは脱がなさいみたいな悪いとこカット絶対使うから大丈夫絶対使うから編集さん使ってくるでな編集さんはもう社長の悪いとこしか出したくないレベルだから社長使っちゃいましたごめんなさいって書いてあるよな絶対逆にいいとこカットしてほしいぐらい、はい、って書いてあるもんなそれよりも、これ見て。この資料丁寧さ。すごいな、お前な。これでも、これ、リシンかね。そうですね、砂状になってる。ロードにリシン貼ったんだ。そうですね、サイディングの上に砂が吹いて、見つけだと思います。すごいね。でもこれ、シール目出ちゃうな、これ、ね、じゃあ、リシンが。そうですね、ちょっと、まあ、でも多分、シール班も気遣って、多分、鳴らしていただけると思うんで。で、これが出ちゃうんだよな。リシンでこの上にかぶせとるもんで、目でんじゃん。あ、お前、紙テープやってねえじゃん。いや、それ紙テープのマスカなんで。あ紙テープのマスカです。何紙テープのマスカ。これちょっと問題だぞ。いやいやいや。こっち、だから理由言ってるけど、無視してるから。どういうことどういうこと何やいお前やってねえな、これ。問題だな、これ。いや、しっかりと。また言いづらそうだから、社長怖いから言いづらそう。あ、これマスカになってんだ。そうっす、紙テープのマスカで。これちょっと視聴者にちょっと久々に説明しちゃおうか。そうそう。これ全然違うじゃん、材質が。これ紙テープだ。お前これ聞いたことある？浜野さんの時に。あ、やった。浜野さんが教えてくれた。紙テープって目が細いじゃん。だからこうピタッと貼れるんだよな、こういうところ。はいはいはい。こう貼っといて、まあ、これ、まあ、俺塗装屋じゃない。で、これマスカーって本当はこのガムテープだから、これ目が粗いから、そうそう、塗料がある。で、こう貼っていくわけよ。でこれにマスカーが貼ってあるわけね、はい、本当はマスカーがこれになってるんだよな、ね、そうですねガムテープのマスカー、だけど紙テープのマスカーそれなんか昔高いとかって言ったよなそうですね今、まあ、でもそんなメーター数がちょっと少ないんですけど本人より、うんうんまあ、でもその人件費というかその効率とか考えたら紙テープ貼る分こっちの分金額になるんで、そうでもこれやらんとこ多いなガムテープ直接やると思うんだこれ残るしな。なんか染み出ちゃうって言ってたね、浜野さんが。染みてくし。あとはこの、やっぱ、置いとくとさ、一回雨とか降ると、こういうのもう、取るとノリがつくじゃん。そういうのってやっぱ、全然違うからな、仕上がりから。ラインも全然綺麗。リッターはお前、綺麗なの？こいつ、お茶器な。問題2件発生するとこだって。給料もう一回募集だぞ。また首になっちゃう。首じゃないですよ、また江戸さん飛んじゃうっすよ。それ河合君は何もう話戻して、うん、すっごい飛んじゃったけど河合君ね、その理由は聞いたの、払えん理由多分その分しかもらってないお客さんから、お客さんから、お客さんから、それとこれは別だね、よくお客さんに言ったけど、値引いたら手抜くんでしょ、いやそれ俺うちの会社ってあんま関係ないんや、まあ、何言ったら工事部と営業部が違うようにさ、うん、いくらで取ってきたらこの仕事しろとかないじゃん、あんま、うんうん、どうしてもやっぱ、ある合わない金額ですよね、現場はやっぱこの世界あるじゃん、うん、でそれで工事権利は別だと思うけどな、別なんで
しいし、あるっちゃうな本当はな、まあ、それはあれいや、え、いや、これたまたまだった、あのナンバー、あのナンバー、うん、で見とったわ、キミコさんじゃない、いや違う、一人、違う違う、ッに住んでるんでしょ、迎えに行くとかじゃない、あーそうか、あの野郎、今絶対になった、だから俺2階の看板あるもんね、見とったんで、え、でもあのナンバー、うん、携帯にも撮っとるな、あの野郎、このツアーに今あるから追いかけるか、追いかける動画一本になるかもしれない、全然飛んだから、キミコ、キミコとは飲んどるから、まあね、もうキミコが連れて呼ぶよって話しや、もういいわ、もう飛んだやつが追いかけてもしょうがないんだろう、あ、そう、で、話し戻してもういいわ、もうありがとう、間違いなら今度いいぞ、いやこの状態で飛んだんだから、電話かかってきましたよ、小林さんから助けてくれんって、あ、そうちょっとそうだよな、お客さん迷惑、うん、まあ、こっち足がかかっちゃってるんだよな、この状態すごい迷惑だね、確かに、そうそう、行ってあげろ、友達の店だからこそね、そうそうそう、じゃあ何か違う、何を否定するの、ここする、んちょっと動き回りたいんか、初演者だったな、お前も職人とですね、めっちゃ出るよ、全部にしますね、鼻も口も、このわがまま感じがもうショーそっくりだ、本当に、あ、わがまま動画出てきた、あ、わがまま見た、お前見た、わがままお前見た、わがまま見た、えけ、何、何や、何や、あ、もう怒ってる、うん、分かった、髪の毛あげればよかったねめちゃめちゃ多いしな、あ、まあちょっと回復聞いてくるわ、怖いっすね、高速、いや、怖いっす、でも伊藤さんの意見はこれってだけだから、伊藤さんの意見がこれってだけだから、そうそうそう、河合さん河合さんの意見があるから、そうそう、別にお前そんなこと怖がらないでしょ、マジで分からん、動画の裏でじゃあお前首って言われるかもしれないからそこが怖いですよね、もう外国もはっきりしようよなそこが怖いですよね、しっかりしようよな、最近ほんとまた成長してきたぞ、やるか意外と気遣いみたいな、まあ、確かに危ないもんな、いいよ全然もう機嫌悪いんだよ最悪だよ、何がお腹空いてんねん、あーそうかそうか、よしじゃあまあ行こうか、はい、じゃあ2人並んで最後、あ、表札が、あ、こっちじゃないかな、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、みおちゃん復活しましたので、はい、違うアルバイトだ、もうですね、週1ぐらい手伝ってよ、まあ手伝いだから、あ、視聴者にどうなかな、ちょっと桜子ちゃん辞めちゃって、まあいろいろあって、うん、辞めちゃったの、お前知らん、動画で見ただろ、桜子ちゃん辞めちゃった、あ、ほんと辞めちゃった、ごめん、まあいろいろあって、まあまあ正直、まあ言っていいのかどうかわからんけど、まあまあいろいろあってやめちゃった、うん、だからまあちょっといろいろいろんな事情で、大人の事情で、はい、皆さん、じゃあこれからも江戸君の成長、みおちゃんの子供の成長、楽しみにしております、せーの、また見てね、でも待って、河合さん続きあるから、ああそうかそうか、じゃあ河合君にバトンタッチこれなんすか、ちょっとダサい、怖い、背中でですか、画面的にあんまりパッとしん、あ、こう取りながら、こう横座り、ジェイス、お疲れ様です、突然電話、すいません、カイ君、はい、あのですね、はい、この間なんか江藤の現場行って、はい、なんか江藤がカイ君の悪口めちゃくちゃ言っとったんだわ、ああ、そうのことっすね。視聴者の皆さん、なんて言った？視聴者の皆さんにもう一回言ってて。いつものことです。あ、じゃあもう用事終わりました。いや、なんかさ、なんか岐阜かなんかに行ったの？交通費がどうのこう。あ、はい。で、あいつの言い分としては、ターをつけてくれたから、例えば一週間で終わるだろうと。で、じゃあ交通費はこれぐらいしか、これぐらい見るねって言われたのが、その会社の都合でタワーをつけてくれんかったと、一人でやる羽目になったと、だからちょっともうちょっと交通費見てくれてもいいんじゃないかみたいなことを愚痴っとって、まあ、それってじゃあ河合くんの話も聞かんとわからんよなと、まず工程自体が、うん、もう1ヶ月半ぐらい前からもう組んでたんですね、うんうん、ちょっと何月に工事したか忘れましたけど、うん、2人で入る予定で、うん、
10日間見てたんですよ、うん、あ、いやだね、交通費、ガソリン、高速で1日いくらで計算して、うん、確かに5万円見てたのかな、交通費を、うん、まあ、結構交通費としては今までそんなに出さないじゃないですか、うん、あ、結構見とるね、まあ、普通にでも岐阜ぐらいやったら職人さん、三重、岐阜も1回いっぱいおるからね、はい、でそっちの職人が手やし、できんかったんだ、なんでまあ、あの緑店の売り上げもっていうのもあるんで、ああ、そういうことか、あとまあ、その現場一軒江藤にやってもらってたんで、同じ人の方が、ああ、お客さんの都合で、ああ、なるほどね、あ、そうです、そうです、うんうんうん、なんでちょっと江藤に行ってもらうっていうので、その時まあターつけてたんで、うん、でその手でまあ2人だったらまあ10日かなぐらいの感じで、うん、交通費見てたんですね、うん、でそれを結局1人になったのは、うん、工程自体も1ヶ月半ぐらい前から組んでたんで、うん、その間に結局もうあの、まあ、社長知ってると思うんですけど、うん、あのターがもうちょっと江藤さんの下ではもうやっていけないからやめたいって話出たじゃん。これ動画で使っていいやつ。そうです、そうです。あ、いいですか、緑ちゃん。緑ちゃんも知っとると思うんですけど。あ、知っとる。あいつ余計なこと言ったもんで。ねね、僕も。自分で見てるよ、俺。江藤の下が嫌って言って、そんなかったらやめるって言って。あいつ知らんのかよ、この話。いや、知ってます、知ってます。あ、知っとるの、さらっと言っとるの。なんで結局それであいついいことしか言わんでね、そうなんですよ、まあいつ周りにぐちぐち言うんで、うわおるわそういうやつ、それで結局一人で入ることになって、うん、途中でまあ応援呼んでたんですよ、うん、まあ呼んでたんですけど、うん、応援もですし、うん、まあ手が痛いなのなんだの言って、うん、3時ぐらいに帰った人とかもちょこちょこあったんですよ、うんうん、だからお前それでは終わらんでしょっていう話もしたんですよ僕は、うん、それをあの僕には言ってもらったんですけど、あー、そういうことね、でその交通費が足りんだのを、あー、ちゃっちゃ帰って取る時もあるんだ、あーとかそういうことばっかり言い始めたんで、うんうん、あ、そういうことね、まあちょっとこれ以上はちょっとあのお客さんの目に毒だからピーってなっとこうか、回復の目ちょっと、あ、編集さんお願いします、回復の目にちょっとモザイクお願いします、今もう犯罪者みたいになってこれ以上はまずいわこれ内部事情だなあー、そういうことね、まあ江藤もね可愛いんだけどな、そういうとこあるもんな、あいつ確かにな、仕事はできるんだけどね、そうですね、なんでまあそういうのがちょっとあったんで、お客さんの評判もあったしな、いいんだけどな、あ、わかりました、ありがとうございます、もう十分です、中継終わります、ありがとうございました、ありがとうございます、そういうことな、はい、じゃあ現場に戻しようかまあめんどくさい、まあ、これで締めると思うんですけど、うん、まあまあでもこれってね、まあありがちなことじゃないけど、でもまあ一つ感じがしてほしくないのは、うん、まあ、みんないい子たちっていうか、まあそのこれもそうじゃん、まあ、よくこれ川合君たちも言うんだけど、これは得意だけどこれが苦手とか、はい、あの連絡がしっかりしてるけど仕事できんとか、はい、そうそう、手が早いんだけど連絡がしっかりしてる、うん、それも含めてチームだから、はい、まあ、建設業って、まあ言い方悪いけど俺みたいなバカみたいなやつばっかだったら、まあ業界だからね、なんともならないやつが毎日汗流すことで、生まれ変わっていくようなね、業態だから、はい、ね、それしかできんくてやっちゃうやつが多いから、もともとね、現場仕事で稼げるじゃん、はい、うん、だからまあ、うん、毎頭が攻めてるわけじゃないしね、ちょっとね、何言ってるかもよくわからんけどまあ、その勘違いしてほしくない、はい、まあ、とにかく今日の動画はこんな感じです、皆さんまたちょっとつまらん動画をこれからも一生懸命垂れ流していこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします、お願いします、また見てね。もういいよ、そういうとこだろう、はい、あ、また見てね、あ、そういうとこだろうってやめはい OK